ボルドーワインの一つ。メドックに6つある村名奥の一つで、町内にはメドックの5つある一級格付けシャトーのうちの3つがある。1855年のパリ万国博覧会の際、皇帝ナポレオン三世は世界中から集まる訪問客に向けて、フランスのボルドーワインの展示に格付けが必要だと考えた。ワイン仲外人はシャトーの評判や市場価格に従って、 ワインをランク付けした。当時は市場価格がワインの品質に直結していたのである。その結果が1855年以来のボルドーワインの公式格付けとなった。ワインはその重要度により第1級第5級にランク付けされた。リストに挙げられた赤ワインはグラーブワインのシャトーオブリオン以外はすべてメドック地区の産出である。 白ワインは赤ワインよりも重要度はかなり劣り、ソーテルヌとバルサックの甘いワインのみ、第1級と第2級に格付けされた。各部門内で様々なシャトーがその品質順に格付けされたが、1855年以後、格付けが変更されたのはただ2回だけである。一つは1856年にシャトーカントメルルが第五級に追加されたこと、そしてさらに意義深いのは、 フィリップ・ド・ロッチルドの数十年にわたる熱心なロビー活動の結果、1973年、シャトー・ムートン・ロート・シルトが第2級から第1級に昇格したことである。3つ目は、変更ではなく、サン・ジュリアンの第3級、シャトー・デュビノンが、シャトー・マレスコ・サンテグ・ジュペリに吸収されて格付けから消えたことである。1885年の格付け以降実際には、 いくつかのワイナリーの武道園が拡大、縮小、分割され、重要なテロワールに関わるいくつかの区画も所有者が変わったが、社ーの格付けは変更されなかった。多くのワイン評論家は、1855年の格付けが時代遅れになって、それぞれの辞書で作られているワインの品質について、的確な道案内となり得ないと主張している。 格付けの変更に向けて提案がいくつかなされ、1960年には改定も試みられたが、失敗に終わった。1960年の改定審査員の一人だった、アレクシス・リシーヌは、改定を実施するために30年以上運動を続け、その過程に自身で非公式な格付けを何度か発表した。他の批評家もこれに習い、1985年にはロバート・パーカーが、 ボルドー1 0 0 0を発表。1989年にはベルナールとアンディアンジャルベールがワインとワイナリーの歴史をクライブコーツやデビットペッパーコーンも同様のものを記した。最終的には彼らは成功せず、格下げされたシャトーへの説得力のある批判も価格に反映しなかった。1855年の制定を受けたグループの政治的圧力も 理由の一つと考えられている。1855年の格付けに含まれなかった奥、メドックさんのより良質なワインは、1932年にクリューブルジョア級に格付けされた。これは1932年以降定期的に改定され、2007年には停止されたものの、2009年再導入された。フランス語で、レグランズクラスクラセ CN1855 と呼ばれる。 シャトー、コミューンの順。第1級、編集目ドックではなく、グラーブに位置する唯一のシャトー。赤ワインと同名、同産地の辛口白ワインの販売を唯一許可された。第2級、編集第3級、編集第4級、編集第5級、編集バルサックのシャトーは、バルサックともソーテルヌとも自称するかもしれない。ありがとうございます。